あ、うっ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 、うわ、ありがとうございますこんばんは、サガです。ミルナです。二人合わせて危ない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 、危ない危ない危ない、こんばんはふんふん、ハローハローハロー、発音いいな発音いいな。オイストからこんばんは。オイストからこんばんは。今日なんかオイストでやってる。何してるんだろう。オイスト、オイスト、あと調べよう。どうしよう、すごい身内の人とかがやってた知ってたことにしよう、知ってたことにしよう。あ、はじめくんが視聴始めて、イエーイ、お久しぶりです。お久しぶりです。二人の歌声が頭から離れません。あ、メタルバースなんだ。メタルバースか。あ、そういえば電車の中で見た T シャツ着てる人なんかすごい可愛いよね、 T シャツ。可愛い、メタルバースね、かっこいいよね。こんばんは、こんばんは、こんばん、こんばんは、みなさん、こんばんは、こんこんこん、こんばんは、こんばん、ミルナね、木曜日の6時ですから、まあ、ちょっとお仕事してる方いらっしゃるか、66人クラス、2クラス分ぐらいの人が見てくださってありがとうございます。サラちゃんと同じ電車に乗ったフケイさんがいたの、海外の人でした。海外の人でした。すごい目が合って OK OK じゃあ私も好きよみたいな、私も好きよ OK してました。絶対私のこと知らないハート連打しよう。バイト前に来ました。うわ、何のバイトしてるの。何のバイトだろう。バイト頑張ってください。仕事抜け出しました。夕ご飯作るの諦めて見てます。いや、諦めないで諦めないで、作りながら見よう。渋谷の某所からこんばんは。あら、こんばんは。あら、こんばんは。皆さん某所から いらっしゃるんですか。エリア51さんもいらっしゃるんですか。このインスタライブにはいないです。今日は私たち2人でお送りします。寂しいなんて言わないで、言わないで。そう、まあもうそろそろあね、人が集まってきたということで、うん、8月16日から20日まで、はい、フラットの、はい、じゃあ歌うね誕生日だしうちら、 無事に公演完走いたしまして。ということですね。ミュさんがいた。いやー、ミュさん。ということで、感想会だー。ネタバレするぞー。ネタバレだー。で、配信を買ってくださってる方とかまだ見れるんで、うん、まだまだじゃうちな夏は終わらないよということで、はい、感想戦に行きたいと思います。皆さんいかがでした？見てくださった方、会場に来てくださった方、配信で見たよって方、ぜひぜひすごかったみたいなぜひぜひ。なんかやっぱりね、音楽演劇ってなると、うん、どういう感じなんだろうっていうスタンスでね、うんうんうん、見に来てくださる方多かったと思うんですけど、うん、一回来たら、あ、こういう感じねみたいな感じで、うん、みたいな感じでみたいな感じで立ち見席買ってくださったりとか、見切り席購入してくださったりとか、うん、何回も来てくださる方がいたよね。それ嬉しかったよね。そう、エリア51の皆さんも、あれ、あの人何回か来てるよねみたいな、覚えたもんね。そう、私たちはね、もちろん皆さんの顔をね、しっかり覚えてますんで、うん、すごい、あれ来てるなみたいな、もう薄々感づかれてる。あれは私推しですとか、あれはミレナ推しですとかねそこまで分かってるから。そうそうなんです。ね、ツイッター X とか、ね、インスタとかの DM とかで皆さん結構ね、感想あげてくださって、ありがとうございます。なんか、うん、わかんないですけど、トレンド入りしてたらしいですよ。ハッシュタグ界隈でね、ハッシュタグ倉島サラで、やった、界隈がトレンド入りしてたみたいで、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。スクショしちゃいましたし、マジで欲しいんだけど、多分ちょっと
サラもなんかあった気がする、後で。え、嘘、嬉しい。あるかな、あ、なかったらごめん。うん、全然。人生初めてのライブでした。わあ、そう、なんか初めての感激みたいな、うんうん、劇なるものを初めて感激しましたみたいな。でちょっと劇ね、本当の劇とはまだ違うね、で作品なので、うん、でもやっぱりね、生のあの感じを感じちゃうと、感じを感じちゃうと、うん、やっぱ楽しいですよね。楽しいね。なんか私インスタの DM を、あの返信はできないんですけど、うん、ちゃんと読ませていただいていて、私がなんか結構長文のメッセージで、初めてこういうライブを見ましたとか、初めてサラちゃん見に来ましたとか、本当っていう方が結構多くて、そう、初めてそれこそサラミレを見に行きますみたいな、うん、そうそう、の方も言ってくださってる方がすごいいらっしゃって、そう、どこからみたいな、どこから私たちを知ってくださったんですかみたいな。あとずっと応援してたけど行けない方とかね、そう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 、っていう方もいらっしゃって、すごい嬉しかったです。ちゃんと届いてます、ありがとうございます。初めて生で2人を見れて感動しました。存在してました、私たち。サラミレラ生最高ですよ。めちゃサラちゃんのパラパラ最高でした。あ、嬉しい。配信で見たら結構表情がしっかり分かってて、なんか真顔で踊ってるように見えて、たまに笑ってたりするところがちゃんと見えてて、私はすごい嬉しかったですね。ドットジップのさ、はいはいはい、ぬいぐるみこうやって寄せるところさ、うん、ぬいぐるみにちゃんとフォーカスが当たってさ、そうミレナのダンスがこう後ろにちょっとぼやみたいになってるところがよかった。なんかエモい。そうなんだ、あのカメラワークがエモい。本当に二人がさ、ちょっとなんかこうピントがずれて、こうなんか斜めからみたいなのとかね。 それこそなんだっけ、ジンジャーエールの始まりもボヤってしてから、わかるわかる、キュッて二人にピントが合っていくっていう、うん、エモーエモーと思ってみたいな、ね、もうすごいですよ。もうね、なんだっけ、何台だっけ、 6台のカメラが入って、配信も、うん、なんかちゃんとそれ用に撮ったんじゃないかみたいな、うん、ね、感じのカメラワークすぎて本当に最高でした、うん、ありがとうございます。私も終わった後、休日がちょっとあったタイミングで配信結構ずっと見てたんですけど、はい、もういいね。いやー、なんかあれだよね、私たちが歌ったり踊ったりしてる時にさ、うん、エリア51の皆さんの演奏とかって見れないし、うん、ミレナのドットジップも見れなかったし、そうだよね、モンキースキャンとかも見れなかったところがあるから、私もお客さんみたいな気持ちで、うんうん、分かると、そういう目で見て、うん、ここを見てほしいみたいな感じがありました。いやでもそれこそ、はい、手紙読んでる時の表情とか、ああそうね、それは思った、私も思った、うん、手紙読んでる時の表情とか、うん、歌ってる時もそうなんですけど、うん、合間合間にある、うん、そう MC チックな芝居パート、はいはい、うん、あそこの表情とか、うん、やっぱり私も こう見てたから、いわゆるそこの、うん、そうね、後ろから見てたから、うん、あんまりその見てる、あの読んでる時のサラの顔って分かんなかった。そう、逆もしかりで、逆もしかり読んでると分かんないもんね。そうそうそう、だからどんな風に聞いてくれてるのかなとか、どんな風に読んでくれてるのかなっていうのがちょっと見えて、うん、逆に深まったというか、終わってから深まるっていう、うん、意外と見てたら動いてんなとかね、うん、そう動いてる、そんな動き回ってたのとか、すごい動き回ってた、すごい落ち込んでんじゃんみたいな、そうなんか後ろでわちゃわちゃしてました、私は。そうなんです。お、手紙読んでる時も聞いてる時も二人とも表情めっちゃ良かったです、ありがとうございます。でもエリア51の皆さんも結構芝居してくれてて、うんうん、特にジェボさんとかが笑ったりとか、うんって笑ってた、そう、全部中で聞こえてたのがうんって笑って抜かれてて、ちょっと面白かったですね。そう、あれですよ、愛が、うん、じゃあ26歳の時の手紙の時に、うんうん、会場に来ないドッキリ話の時、ああはいはいはいあの時、あの一応ね、あのエリア51のみんなとも一緒にバンドをやってたっていう設定なんで、そう、ねそうね、各所にごめんみたいな顔、結構いろんなパターンあったよね。そう、覚えてないパターンとマジで謝るパターンと、なんかドッキリみたいなそれあったね、毎回どれ選んでくるかなみたいな。結構私はその
多分サラもだけど思うけど、うん、その手紙に対あの反応するのが結構日によって日替わりだったりとか、うん、感じるものが違った時とか、うん、結構違う日によって結構違った芝居してたので、うん、それも結構毎日楽しみだったなって思って、うん、確かにそうなんですよ。ちょっと配信はね一パターンしか見れないんですけど。そうだね。なんかさ、ミレのウィンクしてたの？どうじゃっけ？配信で。なんかミレナちゃんのウィンクも可愛かった。マジ？はい。あ、でもところどころそれこそ、うん、ほんのかためのバーターキレのところとか、うん、え、してた？してるしてる。マジで配信でも？配信でもしてると思う。マジで？そう、そこちゃんと見てなかったけど。そうなんだ。あと、なんだっけ、もうあんたにしか目がいかねえんだの、怒られるのね、うん、これで、ちょうどこうするとちょうど見切れ席の人が、うん、ちょうどこの手のこの辺にいるので、ね、うん、だからこうしてパチッってやってた、実は私も2回抜かれててウィンクがあもうみんな1個しか気づいてないの。あら、え、あとさ、あの時もさ、やってたよね、なんだっけ、それ言っちゃったらさ、ほら、あ、言わないの、ダメなの、だって1個はさ、ほんの片目もあったきじゃん、あそこじゃん、あ、それはね、あの時、あの魅力の時、魅力の時のまばたきポイントは、まあ、それは、うん、それが1個でしょ。でももうそれ2個目なのよ。あ、ほんまに。ああ、分かった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 、分かった。でもそれちゃんと分かれてるんですよ、配信で。でもほとんど気づいてない、誰も X で言ってないから。皆さん X でぜひサラちゃんのウィンク見つけたら教えてください。探してみてください。ヒントは魅力より前の曲。魅力より前の曲分かった分かった、見てたわ、分かった。私なんで、私はもろにね、たまたまウィンクだっただけだたまたま、結構いろんなことしてたから、たまたまね、うん、ウィンク。ネタバレしていい？もちろんですよ、皆さん。このコメント欄はネタバレありです。あ、ネタバレね、あのまだ見てないっていう方はあのね、ちょっと一旦今回はこのインスタライブスッと閉じていただいて、またちょっとアーカイブ残せるように頑張るので、うんうん、ぜひぜひまたアーカイブ見てねっていう、ぜひぜひぜひ。立ち見席いた時、サラちゃん私にウィンクした気がした、やられました。あの人だ、私は分かった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 。もう白服着てて着てなかったから、ああ違ったっけ。え、でもそうじゃない、そうだよね、うん、その頃じゃない、立ち見席の一番前にいらっしゃった、うんうんうん、いやもういつも私舞台普段やってる時より もう皆さんの顔、一人一人の顔見えてて、もうね、あ、今サラちゃんに射抜かれてるなみたいな顔とかよく見えておりましたよ。2人とも記憶力すごすぎるえ、合ってます、合ってます、イエーイ。記憶力、今ちょっと話ずれるけどさ、うん、台本とか覚えるときにさ、あ、うん、文章ここら辺にあったなみたいな感じで覚える。あ、はいはい、なんか言ってたね、右のページの一番右にこの文章みたいな、うん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 、だからさ、客席からのお客さんの配列がさ、なんとなくこう各所各所で覚えてんのよいやでもわかる、わかる、なんか写真みたいな感じで、それこそ、9公演中8公演見に来てくれたお客さんのとこがいて、うん、そう、ここと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 みたいな記憶ある、ある、そう、まあ、あのメガネかけた人をこうすごい静かそうに見てたな、思ったより皆さんのことを覚えてますからね、覚えてる、覚えてますからね、顔そうなんだそうなんだ、そんななんかショックな感じ大丈夫かな、そうなんだ、いや、ありがとうございます。本当にもう何度も足を運んでいただいて、もう1回でも来てくださって、もう全然もうめちゃくちゃ嬉しかったね、うん、あとはね、あとはてかそうだ、なんか私そう自分のインスタのストーリーで、そう、じゃあうちの感想を、そうだそうだ、そうそうそう、うわーってこのうわーうわーって、皆様ありがとうございます、うわーっと選んでる間に、選んでる、あ、これ1公演目は泣きました、お、感動しました、お、演技に引き込まれたし、ダンスや歌も素敵でした、ありがとうございます。2公演目は目に焼き付きました配信も何度も見てます、素敵だな、1公演目涙し、2公演目目に焼き付け、配信も何度も見ると、ありがとう、本当にありがとう。あ、ほら、ライブとか劇とか人生で初めて行ったのですが、うん、本当に楽しかったし感動しました。もう楽しんでいただけることが何よりです、うん、ね、ね、
私たちの初めて見て、うん、もういいかなって思われちゃったら、ね、いや悲しいですから、ぜひこれを機にいろんな作品ぜひぜひ見に行ってみてくださいね。楽曲の音源化マジ希望、マジ希望ハコさんがグッて、プロデューサーさんがグッて、頑張りたい、頑張りたい。なんかいいかな、何の曲が好きですって、何の曲が好き、皆さん何の曲が好きですか。いいですね、何の曲が好きでしたか。プン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 、ちょっと、お、揺れた、ごめんなさい揺れちゃった。音源化するなら、音源化するなら皆さん何の曲がいいですかということでしたね。個人的には魅力とかいいな。いや魅力いいですよね、しっかりもうキメッキメに録音してみたいな、うんうん、あとなんか個人的にエリア51の皆さんの演奏、うんうん、全部がなんか生きてる感じ、なんだろう、花見とかってやっぱ落ち着いてるからさ、うんうん、なんかベースとかもさこう、うん、静かに弾いてくださってるイメージ、うん、なんだよ、うんうん、めっちゃ素人意見、これヒロトさんみたいな、ちょっと気持ちよ、大丈夫、ヒロトさんなら言ってくれる、ちょっとプロのちょっと言うなんか魅力ってコーラスもだし、うん、ギターもマリンバも、なんなら神保さんのあのあーみたいなやつパワーみたいなのも入ってるし、あの最初のベースもかっこいいし、うん、うちらめっちゃ歌ってるし、歌ってるし、みんなね、みんながみんな生き生きして見える、そうそう、オールスターみたいな曲だと思う。いいな、確かに。そう、魅力で MV 撮るとか撮りたい。あ、今回あのスペシャル映像として、うん、あの YouTube とかに上がってる YT フロアの、うん、それこそね、本当 MV じゃないかみたいな映像を撮っていただいて、うん、はい、であれなんか数曲もうなんか増やしたいよね魅力でいい曲なんですよね。最初も私魅力大好きで、ずっと魅力ばっか聞いてた。魅力花見を永遠に聞いてました。そうだわ。そう。でどんどんいろんな、あ、そう、今回配信が海外の方も見れたっていうので、うん、フラットの初めてで、香港に住んでいるので配信でだけで見ましたけども、私と同じ年の2人がそんなにすごいんだってモチベになった。香港の方ありがとうございます。いや、そう、もうね、海外の方を見ていただけるってすごい、なんか今まで不思議だった。なんか、うんうん、そう、フラットもでもなんか海外でも見れますかって言っても、うんうん、ちょっと明確な答えが出なかった、分からないっていうのが、でも今回ちゃんと皆さん 見れてるらしくて、うん、ありがとうございます。これすごい。あ、じゃあうちの話が決まって2人で最初に交わしたのはどんな言葉でしたか。ちょっと LINE 見よう、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  LINE、 いつだっけあれ。え、だってそれこそ、え、でもさ、結構さ、え、多分だって私4月あたりに神保さんと久しぶりに、なんか神保さんと箱さんと一緒にあの面談じゃないけどなんか打ち合わせみたいなのをした。え、いつだっけ。え、遡ろ。え、いつだっけ。遡ろ。え、いつだろう。いつだろう。ちょ、探しますね。マジ決まって。LINE で喋った気がするから。LINE で喋った。あ、でも、電話もした。あ、来た。いつ、これじゃない、あ、これだ。ちょっと。サラ、今日お電話できたりする。あ、そう、これだ。できるよ。てか、今でも。本当かけていい？もちで4分の電話した。そう、でも来て、うん、そう、4分の電話で、私はサラが本当に歌うのって聞いてた。サラ、え、音楽演劇だよ、やるのって聞いてた。だってさ、いや違うんだよ、楽しそうだったんだよね、やっぱ話聞いた時から。なんだろう、あ、すごい、しかもミレナとっていう話もあって、うん、あ、頑張りそうって思ったんです。そうなんです。そうで、とりあえずあのサラちゃんが本当にやるのかっていうのを確認するための電話をしました。私が信用されてないの。私サラちゃんの声でしか信じられない。付き合いたてのカップルになる。ちょっと電話していいっつって。マッチとね。マッチ。しかも4分。4分。本当確認だけして。よし、わかった。今から。ハコさんに連絡するわっつってやりますっつって早かった。そこからはね、ポポポポポーンと、サラちゃんのお歌めしたよかった。
そうなんです。さらちゃんよくぞ受けてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にまさか聞けるとは思わなかった。あ、そうだよ。てかもう何せもうまずとも一番話すネタバレとしてね、一番話さなきゃいけないからね。あ、そうでした。すっかり書いてきます。夢切れ歌いました。うわーい。そう、夢切れを歌いました。あの、6年ぶりに。6年ぶり、6年ぶりだよね。6年ぶり、あ、そんなこと、あ、2000、え、だから2017の3月ぐらいだったに歌って、え、もう5年とか、え、6年じゃん。6年、あ、そう、もう2023年か、うん、6年ですってね。中野サンプラザで歌って以来だってさ、小学校で言ったらもう1年生から6年で卒業だって。いやー、卒業だぜって。そう、いや、もう初日のね、あの指切り歌い終わってテン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 の後の皆様の盛り上がりを、うわーってすごかった。初日ってあまりなかなかやっぱりあの皆さんどういって気持ちで乗りね、取り組んでいいかじゃないかなって、そうだよね、そう気持ちで、ね、見たらいいか分かんないから、なかなか声出してもいいよって言っても、うんうん、みんな、え、でもさ、初日すごくなかった？いや、初日、そう、初日とは思えない、あの、うん、拍手とか、手拍子とかノリで、うん、本当皆さんありがとうございます。なんかね、後ろにいた皆さんも、はぁ、あ、みたいな、そう、そういう感じね、そう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 、感が伝わってきたもんね。そう、なんか徐々にあの桜学院の時の記憶を皆さんが呼び起こしてる感じ。そうそうそう、まあ、もちろんいろんなね、あのね、後輩ちゃんたちのライブとかいろいろ見てるとは思うんですけど、バッと記憶が蘇る。そう、指切りの歌詞に実際の年齢が追いついた感じ。うん、言いたいことは分かりますね。言いたいことは分かりますね。で、ちょっとね、あの時大人見た感じっていう、うん、なんかそれが良かったよね、制服着てやるっていうのがね、うん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 、分かる分かる。今回は衣装もね、ちょっとドレッシーな感じっていうところで、ね、プロデューサーの箱さんもこだわってくださって、うん、え、あれかな、うん、もういいんじゃない。あ、そうそうそう、途中ね、なんかあのから変わった話、これは、これは3日目以降の話なんですけど、うん、指切りの音程が、音源がマイナス1キーが下がりまして、うん、そう、いや、まあ、私たちもね、やっぱりあの頃まだね、15歳だったんで、もう、キンキンに高い声が出てた。現役時代で、今もう本当に今頑張って出るかなみたいなところをギリギリで2人で頑張ってたんですけど、で、あの半ばぐらいに職員室の先生が見に来てくださって、でもう君たち大人になったんだからちょっと変えようよって言ってくださって、職員室の、それこそ指切りをあのね手掛けてくださった方が、プロデュースしてくださった方が見に来てくださって、ちょっと今から帰るから、ちょっと音源ちょっといっぱい作る、ちょっといろんなパターン作るから翌日チャレンジしてみてって言われて、っつったら、もうその日の夜中に夜公演終わってパッて見たら、音源です、使ってくださいみたいなのが来てて、6パターンぐらい6パターンぐらい送ってくださって、ああ桜の絆と思ってすごい、なんか、うん、で逆にそのマイナス1下げることによって逆に大人っぽくもなるし、うん、こう重みが出るっていうので、うん、私たちのこうもっと表現に余裕が出るし、そうそうそう、そうなんですよ。なんていう、bless you。そうなんです。そう、マイナス1下げたよって気づいた方いらっしゃいますかね。うん、でもね、さっきね、あ、その話聞きたかったって。ああ、そうそう、なかなかね、あの皆さんもネタバレがしづらかったから、うん、マイナス1になってたよねともなかなか言いづらい方ですね。そう、マイナス1になっておりました。そうなんです、そうなんです。桜愛すごいですよね。本当にありがたいことに。今回あれですもんね、あのパンフレットの協力に、あの桜学院職員室っていうの、ね、入ってますね、協力に入っておりまして指切りのね提供をしていただいたんでありがとうございますね。きっとみんな思い入れが強いんでしょうねって、あ、両パターン聞けたの嬉しい、イエーイ。で、そう、指切りだけはちょっと大人の諸事情があって配信には載せられなかったんですけど、なんか
ギリギリ配信に乗っちゃったみたいな、最初乗っちゃったみたいな、焦って切ったみたいな、焦って切ったみたいな話を聞きましたけれどもああ聞けるって思っちゃったんですよね、そこでシューッと下がって、でそれまで会場に行った人のね特権みたいなところはあったんですけれどもね、そうなんですよ、そうだね、そう、あとはマリンバの手元とか配信映ってなかった、あ、映ってた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 、あれもよかったし、楽器とかね、それこそミュウさんが歌ってる、ああ、まああれはもう良すぎたよね、なんかミュウさんテリアの方だから、そう、なんか映るのはあれだわって言ってたけど、ちょっと、ちょっと、で、映ってた、いや、もう顔面の強さ、ミュウさんの、ライトがこう照らされて、すごいいい感じに映ってた。みゆさん大好きだ、そうなんですね、でなんかねまたねこう指切り歌いたいなって気持ちがまた強くなりました、うん、またさらに ねもっとねちゃんともっともっとなんかこう自分たちのものにさらにね、うん、年齢を重ねることによってなんか感じるものとか歌い方も変わってくるんじゃないかなって思って、うんうん、マリンバかっこよかったです、千穂ちゃんはじめかパチパチミュウさんの歌いよかったね、本当にすごい、なんか裏声なのか地声なのか分かんない感じの、そう裏と表の声の差がないから、うん、どこまで高い音で聞いて、うん、みたいな、ね、そう、それこそ私たちが歌う曲 の、 あの仮歌っていうんですかね、仮歌のね、そう、歌を練習するためにあのもともと聴くものとして、うん、ミュウさんの歌をずっとそれこそねラウンド1から、うん、花火にかけて、うん、君の歌にかけて全て、うん、そう、みゆさんが歌ったのを私たちは聞いて、うん、ね、6月とか7月とかやってた、ね、練習して、うん、みたいな、みゆさんと初めて会った時あの声の人だってなったもんね、そうで、そう、夏化けの時に、うん、実はちんぼさんとみゆさんが、うん、あの手伝ってくださってて、うん、会場の、うんうんうん、私もパッて会った時、あ、みゆさんお久しぶりですってなって、なるほど、そうだったんだね、そう、ああって思いました、そう、ね、今回はねもう一緒のステージに立てるっていうことですごく嬉しかったんですけど、仮歌のお母さんじゃなくてお姉さんです、お姉さんです、あ、もうお母さんでもあるけど、けどもうお母さん、ママです、ママですみゆさんの声好きです、ジンボさんずっとニコニコしながらセリフ聞いてましたね、嬉しい、えっなんか私ねライブの最終日からなんかくしゃみが止まんなくて、みんなちょっと噂しすぎですちょっと控えていただいて、マジでくしゃみが止まらない、本当に止まらない、喉は大丈夫ですか、うーん、なのね、ギリギリを攻めてました、私はもう本当それこそなんか飴を舐めで、なんか教えてもらって漢方を飲んで、あ、ね、ギンギン南京ギン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 、そう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 、某有名俳優さんがおすすめしてるみたいなもう名前を聞けばみんなわかる、だから俳優さんのみたいな、ね、俳優さんのやつ飲んだみたいな名前ね、まるまるさんのやつ、倉島さらみたいな、そう、まるまる飲んだみたいな、倉島さん飲んだみたいな、倉島さん飲んだみたいなのずっと言って、某俳優さんのおすすめの漢方を飲んだりとかして、ほんと騙しみたいなところありましたけどね、毎日2ステ、まあ、初日もねゲネプロやってからの初日でしたので、もうほぼ毎日2ステみたいな感じで頑張っておりましたけれども、ね、このあと私はちょっと休んで喉少し落ち着きましたけれども、そらちゃんが鼻のしゃくしゃみが止まらないっていう、いや本当になんか次の日本読みみたいなの、うん、あ、そうだよね、あったんですけど、読んでる時にくしゃみが出そうでも大変だ、そんなできるところじゃないみたいな、そんなできないよみたいな、龍角さんダメなのなりながらやってましたけどね、そう、本番ね、本番中に喉がね、うん、いかれなきゃ大丈夫ですからね、あ、噂しないようにします、そう、さらちゃんちょっと噂しすぎてくしゃみ止まらない、止まんない、全然騙し騙しって感じなかったよ、うん、全然感じなかった、配信見てもすごい綺麗な声そうされちゃうと思った、だめだめだめ、調子のちゃうんだよね、ね、はて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 、そんなこんなで、うん、いや配信ほんと、ちょっと私ももう一回配信見よう、なんか
ワイテフロアのマイクコード抜けた時焦りました。いやそうそう、先週でも最終日ちょっとワイテフロアがちょっと呪われててそうなんだ。そう、配信でも多分あれなんですけど、で配信だとちょっと音に音源トラブルがあり、うんうんうん、でもうマジまさかの大千秋楽に私のマイクのコードが抜けるっていうのでしかもラップのところで、そうもうラップのところで、あっちゃこれ歌ってないって思ったらなんか静止してるんですよ、なんかって抜けたろと思って、そうなんか最初私が歌おうと思ったんだけど、なんかあそれよりもマイク上げた方がいいなって思って、ね、そうでもサラちゃんのマイクを使って歌って、でサラのその後のあんなこと言ったらの時に必死だったよね、私もなんか見ながらマイクの接続部分ってなんか難しいんですよね、そう押しながらね、三角なんか三つポチみたいなのがあって、うんうん、それに差し込むみたいな、うん、その三つの三角をこう合わせるところからこう暗闇で焦ってるしねめちゃくちゃ焦って、なんとかその後のあれだよね、みーえゆうゆうえなーみたいな、まあでも間に合って、よかったうまくハマってと思って、あほらマイクケーブル多分3ピンのケーブルだろうから、あそう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 、まさにそれ、まさにそれです、それこれにどこれにクッって夢に出そうですね。サラちゃんの着替えミスの回見ました、本当にごめんなさい、ハプニング多々ありましたね、ありましたね、私あのあと照明さんに俺あ今は T シャツでいいのっていじられて、なんかもう昇進みたいなずっといじられてた、ずっといじられてた、ずっとね、すいません、いじられてた、ナイス判断でした。もうこれもね、それこそ桜学院でさ、こう培ってきた力みたいなのあったよね、マイク吹っ飛ばしちゃったことか、ね、マイク吹っ飛ばしたとか、それこそね、なんか何だっけ、プラネットエピソードで音源止まるみたいな、あったね、あったあった、そうそうそう、あったりしたよ、あんな時にあの時にね、どう立ち回ったかみたいな、なんでね、力が久しぶりに発揮されたんではないでしょうかみたいな、まあでもそれがね、またね、生だから、うん、ライブですからっていうので、うんうん、すごいある意味なんかこう逆にこう気持ちがこうある意味また高ぶる、そうね、っていうのもちょっとあったりして、これもいいなと思う、ハプニングもね、うん、ありましたね、懐かしい、桜のトラブルも懐かしい、ね、皆さんも記憶に残っているんではないでしょう、毎日配信見てます、ありがとうございます、うん、ゲネプロミニアキ社長来てた、いらっしゃってました、ミニアキさんがいらっしゃって、美味しい差し入れもいただいて、そうミニアキさん夫妻がいらっしゃってですね、そうあのちょっとやっぱ歌うからミニアキさんに見てもらいたいなっていうので、うんうんうん、DM をし私がもう速攻で返信を返してくださり、見に行きますと、ありがたい、そう見ていただいて、その後ね、あの不敬さんとかツイッターであの感想とかも上げてくださって、うんうんうん、見てくださった方がありがとうございます、関係者の皆様もめちゃくちゃありがとうございます、ありがとうございましたね、そう DM もして、そうそう定期公演してください、定期公演しましょうよ、ツアー行きましょう、ツアー温泉街ツアーね、熱海草津、熱海草津、箱根、箱根なんだっけ、湯布院、湯布院って言うんだ、生まれ変わるなら湯布院みんなでやったよね、ああ字余りするなーとか、そうあの草のところが草津温泉の湯もみしっていう歌詞があるんですよ、だからそこを温泉回るところ、温泉回ったところ行ったところで、うん、その温泉の歌詞、温泉の、ね、場所を変えるみたいなんで、うん、熱海温泉、草津温泉は行けるんだよね、そう草津温泉、湯布院はちょっと湯布院むずいんだよ、生まれ変わるなら湯布院湯布院みたいな、もはや何、もはや何って、いやそれこそね、草津温泉からオファー来ないかな草津の方待ってます、あれなんて純烈さんだっけ、いやそうもね、そういう感じだよね、そうだから純烈さんになりましょう第2の順番回りましょうね、温泉行きたいな、温泉行きたいな、なんかね、グッズでその温泉タオルみたいな作るみたいな話もちょっと出たんで、ね、うん、いやそう手拭いとかね、うん、そうそうそう作りたいですよね、草津に売り込みましょうツアー行く行くってね、なんかね、それこそなんか泊まりと込みのチケット代、あーいいな、バスト
あるよね、こういうの、ね、あるあるある、なんかあれば、ああいうのも面白いですよね。ね、ちょっと企画的なところはありますけれど、ツアーやる頃にはゆうちゃんの子供も小学生くらいになってそう。いやでもそうだよね、あれは何歳、26歳だと、あのユーチルドレンは何歳設定なんですか、うん、昔は1歳か2歳設定です。だって23で結婚して式をまだ挙げてなかったから、そう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 、だから24、うんうんうん、25になる前ぐらいかなと思ってたから、うん、あ、あれだ、テレビ前でキャッキャしてるんだ、こうやって多分やってるんだ、ママだって、ママだ、ママやばい、なんかそういうのねえ、なんかママとかやばってか、そういうさ、ママとかさ、うん、結婚とかさ、うん、そういう話をさ、うん、する年齢になってきたじゃない、うん、この間友達結婚したの、うん、リアル、リアルで、おお、なんかご飯食べながら、そっか結婚かみたいな、ね、二人でなんかオムライス食べながらみたいな感じになったもん、お前、そう、なんかそっか、そういう役をやるような ね、それこそちゃんとそういう役が合うような年頃になってきたんだな、うん、え、ちょっと待って、26歳に見えてました、私たち、あつ見えてましたちょっと聞いてみたい、これ、じゃあその回答が来るまでの間、そう見ましょう。手紙は2人の自筆だったの、自筆です、自筆です、もう書きましたよ、書き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 、あ、そうなんですよ、あのカメラマンの池田さんが、はいはい、ゲネで私たちの写真を撮ってくださったのがあって、うん、なんかそれをぜひ皆さん、あの今度インスタで、うん、あの投稿するので、うん、なんか自由に保存していただいて、じゃあうちの感想とかなんか X とかに載せるときに一緒につけていただけたらね、なんかその雰囲気とかも伝わるからいいかなとか思う。よろしくお願いします。ちょっとみんな、おーみたいな、うーん、実年齢知ってるからなーみたいな見えてましたよ、にっこり、にっこり、まあ、制服着てるとね、そう、その設定に見えてましたもっと若いです、まあ、もうそもそも22と21ですからね、そもそも、そもそもね、そう、皆さんの中の記憶で15歳の私たち止まっていませんか、そうか、もう22歳ですよ、21歳ですよ、本当に、あ、なんか巻き込んでる録画面サラちゃんにしてます、ホーム画面ミレナちゃんです、おお、いいですね、字がいいんだろう、え、それは別に100代、え、でも録画面は誰でも見れるよ、多分パッてつけてもさ、そう、誰でも見れる、あ、じゃあ人に知られるのは私か、そう、分かんないよ、こう広げて、私中身だけど、ちょっとさ iPhone だとさ、うん、ちょっとあのぼやけるじゃない、はい、それが私かもしれない、アプリで顔が見えなくなっちゃう、サラちゃん、サラちゃん待ち受けにしてください、最終日最前で年齢確認しました、若いですよ。ロック画面サラさんの手です。皆さんのロック画面の手？何の手？私の手？今回の？ああそう、サラちゃんの舞台挨拶ね。そっか、サラを直、そのサラに直接会いに行けるイベントとしては舞台挨拶なんだ。そうだね。そうかそうか。9月の1日にもやるのでぜひ。皆さんぜひ行ってください。行ってください。はい、あ、カクテルね。競ってたいや、やっぱラウンドワンの売れ行きがすごくて、うん、あ、うん、てかそう、なんか映えるしね、緑色ので、あとこの甘すぎず、うん、あ、ちょっと飲みやすい、飲みやすいのかもね、うん、ので皆さん飲んでらっしゃって、で途中からそのお酒の種類が、うん、あのなく、お酒がなくなっちゃってお酒の種類が変わるという、色がちょっと変わってました、もう運営としては嬉しい悲鳴を本当にありがとう、ラウンドワン飲みやすかった、ありがとうございますね、でぜひあのピークラップも美味しかったようなコメントをいただけると私が嬉しいです、いや、ピークラップ美味しかったよ、美味しかったよね、うん、あの炭酸苦手な人とかさ、うん、絶対飲みやすいと思う、カクテル交互に8回飲んでました、交互に8回だから、あの8回こう、まあ、4回ずつ、4回ずつ、何回来たの8回は来たんだ、じゃあすごいな、すごいな、ミントが清涼感あってよかったです、うん、よ
よかった。高血圧の人が多かったか。そっか。多かったか。グレープフルーツね。グレープフルーツね。そうね。ね、特別カクテルも良かった。ありがとうございますね。ありがとうございます。そういうのもなんか面白かったね。自分たちでこう考えたものがこう形になってみたいな。ね。なかなかないですよ、オリジナルカクテルを作ってね、うん、それをいろんな人に飲んでもらうって、うんうん、はい、なかなかできる経験じゃないですよ。すごいカットをくれるしね。そう、嬉しい。ラウンド1強かったです。一回二つとも持って乾杯しました。おい、これで乾杯で、すごい飲めましたか。お腹がボワボワになってその後トイレ行きたくなっちゃうね。てかそもそも皆さんお酒を飲みながらこうなんかライブを見るとかって、うん、今時やっぱこのご時世になってなかなかなかったので、皆さんもどうでしたか、うん、音楽とお酒ってフェスとかさ、そう、うん、なんだろう、もっと行くとクラブとかさ、うん、もうそっちになっちゃうよね。うん、なんか私たちもそれこそスタンディングの、うんうん、とかそれこそアンドレニアホールとかのさ、うんうん、すごい濁したね。あれじゃない、なんだっけ、公開授業かとかでやった時とか、なんかワンドリンク制みたいなのでしたけど、多分そうだったと思う。あ、うん、なんかワンドリンク制みたいなところがあったりとかするときに、多分お酒ってなかなかそれこそ ね、うん、なかったなかったような気がするから。しかも音楽演劇、演劇でお酒飲んでいいんだって普通ないからね。なんかそれこそね、なんて言うんだろう、よくあるじゃない、だ、あ、名前が出てこない、あ、思考回路でした、あ、もう何も感じ取れてない、あの、うん、で聖子ちゃんとかがよくやるさ、夜のさ、あー、ディナーショ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 ー、はいはいはい、聖子ちゃんがやるやつ、聖子ちゃんで分かった、聖子ちゃんすごくない。そう、ディナーショーとかはそれこそね、なんかお食事しながら多分、ね、ちょっとね、おしゃれな、うん、お酒飲みながらみたいなのとかあると思うんですけどね、うんうんうん、こんなね、演劇でこんなお酒飲む、うん、飲みながら見る、ね、うん、で終わった後には何ならみんなで乾杯しちゃうっていう、うんうん、神イベントでしたね、うん、終わって私たちもお酒が飲めるっていう、そうだったね、嬉しかった。途中からさ、次の日のコンディションを気にしてさ、いや、そうそう、ちょっと気にしマンゴージュース飲んだり、トマトジュース飲んだり、ね、あれね、ひたすらジンジャーエール飲んでた、飲んでたね。私ジンジャーエール辛口頼んだらここが生姜で荒れて結構ジンジャー、結構ジンジャー、ね、あ、めっちゃ美味しかった。これこそなんか久しぶりにこうジンジャーしてるジンジャーエール飲んだなと思って、うん、美味しかった。ディナーショーやりましょう乾杯最高でした、ありがとう。ディナーショーよく出てきた、さらちゃんすごい。あ、桜のライブはどこもお酒禁止だったんですね。なるほどなるほど。まあやっぱりさ、府警さんっていう立場だから、まあ、そうですよね、お酒はなかったです ね。ライブハウスはワンドリンク要注文、はあ、あ、ロック界隈ではお酒普通に飲みます。へえ、そうなんだ、勉強になる。で、そうですよね、アフタートークから帰るまで飲み終わらなきゃいけないので、スピーディーに飲みすぎて酔いました。確かにそりゃそうだ、結構な勢いで飲めたら、ねね、それこそ私たちもこうね、なかなかこうするとガッて飲んじゃうから、うん、あのストローを刺して飲んだんですけど、私はあのストローでお酒を飲むことに罪深さを覚えてて、もともと罪深さなんかジュース感覚で飲んじゃうから、うん、よくノンアルコールにストローを刺しとくみたいな、うんうん、よくあるじゃん。だからこうストローでお酒を飲むって酔いが早く回るみたいなのを聞いてたから、で私たちもね、本番中のね、アフタートークで飲んでた時ストローで飲んでたんで、すごいスピードでなくなっていくから、うんうん、ちょっと帰り危なかった。そうなんだなんか私公演中水飲むタイミング分かんなくて、いや、そうだよね、やっと出てきた水分がお酒だったから、うんうんうん、すっごい勢いで飲んでて、うん、ほんと気づいたらないみたいな、水分補給だったよ。そう、多分ね、お酒が最後のカクテルが水分補給で、酔いやすいって言えますよね、ストローで飲むと、うん、多分早いからだと思うね。あ、僕はこれにて失礼いたします、アーカイブ見てねストロー酔いやすいよね、アホね。え、なんだって、ジンジャーエールにハマっても、ああ内場で私が出た作品でジンジャーエールがなんかあったんですよ、缶のジンジャーエールを飲むっていう、でジンジャーエールハマってみるんです。今回なおハマりました。私ジンジャーエールに縁があるのかな、ああ失礼いたしました。あ、じゃんけん大会、懐かしい、もはや懐かしい、アフタートークのイベント、懐かしい ね、あのうまくいかなかったあのランダムチェキを
じゃんけんで勝った人にあげるっていう、うんうんはい、じゃんけんでなぜかあの心理戦が始まる、カイジのような心理戦が始まる。あれ普通にじゃんけんしてもつまんないかなと思ってさ、サラちゃんがね最後に残った2人、じゃああなたグー出してあなたチョキ出してくださいって、そうあのあと何エゴサしたらね、確かに私はあなたに負けろって言ってるさ、そうそうそう気づかなかったんだよね。そうなのよ。でだからね、で勝つ方はやっぱサラちゃんの言うことをじゃあ聞いて出してみようか、うんうん、でさね、サラちゃんに負ける方を指名された方、うん、いやこれで出した方がどうなんだろうかみたいな、うん、でこう心理戦がこう、うん、バチバチしましたね。あの空間でも結局私グーとチョキを指名したらグーの人が変えたんですよ。そう、グーの人が勝ったの。グーの人がグーでお願いしますって言ったのにグー出さなかったの、うん、あそっか、あ逆じゃない、うん、あそうなの。グーとチョキが、グーとチョキだったのか、帽子かぶった人が、あそっか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 、はあ、なかなか、うん、熱い心理戦が繰り広げられてましたね。え酔ったサラさん面白かったそんな酔ったっけあれが酔った勢いのサラなのか、それとも普通のシラフで、シラフではないな、あのうちに眠るあの殺し魔だったのかじゃんけん大会のサラちゃんド S 感があって今でも思い出すあれはしびれますね。ああチェキが購入制限だった、あそうなんですよ。もう好評すぎて最後の方ね、そうなんだ、もうちょっと1人何枚までみたいのがあったらしく、そんな制限かけるほど皆さん何枚も買ってくださったんだ。結局全部でどれぐらい取りました、わかんない、計算してる計算してるわかんない、売り上げから分かる枚数、うん、そうです本当に撮りましたね。もう私たちもそのバシャ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 撮って、そうね、チェキのポーズはどうやって決めてたの、えフィーリングなんかあれだよね、やってみようチェキのふりしてこんな感じもうこれはですね多分ねチャオで培われた力ですね無言でやっていく、無言でやっていく、ほとんどなんか相談とかないよね。ないね。なんかそこにお茶があったらみたいな。そうだ結構小道具使いがち。小道具使いがち。そうね。いろんなそうです。お、あスクショタイム。ちょっと今スクショタイムみたいなことありましたけど。か。終了。急に終わるスクショタイム。なんか光がすごいねあーくしゃみが誰か助けて、誰かギャルピ可愛かったマイコーイチェキ買ったら20超えてましたすごいな、ありがとうございます。富士山から見てるから画質悪くて泣く、富士山から見てる、いろんなとこで皆さん見てくださってありがとうございます。何合目かにもよる、何合目かによるな、どこの富士山、チャオで培った技術、二人ともチャオガールですからね。え、サラチャオ何年、2013年から桜入ってちょっとだから2、3年かな。あ、じゃあチャオガールオーディションは2012、私が2009、やば9だって、ちっちゃちっちゃね、ちゃお、ちゃおでね、私たち育ちましたんで。ねえ、それこそ一緒に CM やってた時期もありますから。うん。バレる。ちゃお。ちゃお。関月号の春か？豪華ステーションで春一番。デビデビのミルクチョコペンケース。なんかそれをさ、超えちゃいけないんだよね、そう。CM ね。それこそその時毎月会ってたよね。会ってた。そう。桜の前からね、二人はね、ずっとやってたんですよ。7合目あたりです。めっちゃ寒い。7合目って結構じゃない？ 7 合目？ 7 合目？え、7合目って5合目が一番下みたいな感じじゃないの？で、6、7じゃなくて上に上がっていくと数字って上がるんだよね。多分ね。そうだよね。だって5合目までがもうなんかさ、車で行けるのが5号とかですよね。どこで見てるの？なんか今さ、どこで見てる？大変じゃん、富士山。そう、軽装備で行ってさ、柔らかくなっちゃったり。気をつけて。でも山登りいいですね、うん、山登り行きたいな。
ね、行きたいところいっぱいある。夏休みですからね。まだ私たちはね、まだ夏休みがちょっと続くから、学校とか、まさかのチャオガオ。いやでも配信見ていただきたいな。配信見ていただきたい。まだあと3日見れるんで、27日の23時59分。あ、ここで宣言、 DVD 化はないので配信をたくさん見てください。頑張ってください。うっうっあと、ね、なんだ、あと24、80時間ぐらいだね。80時間は見れる。まずじゃあまあ10回は見れるかな。だってあれ2時間、だいたい1時間半でしょ、80時間休みなく見たら60回は見れるんじゃない、いや、いけるよね。打ち上げするの、ね、と打ち上げするのということで、あの皆さんからの本当にあのグッズを買っていただいたり、あのプライスレスカードを皆さん送っていただいたり、本当に改めてここで感謝をありがとうございます。そのおかげでなんと今日は打ち上げます。肉肉肉、これから皆さんと会えるんです。そう、あのこの後あのまたエリア51の皆さんにと一緒に打ち上げます。やった、打ち上げ。肉、もうサラちゃんがさっきからお腹の中がもう焼肉の準備ができちゃってるので、うん、お腹が空いた。そう、イエーイ。そうね、あとね、こう打ち上げができるっていう環境がね、環境になりまして、そう、ポラッと私今回3作目なんですけど、うん、やっと打ち上げが。そっかそっかそっか。だって最初の頃はそれこそ渋谷のトライアングルっていうバーでやった頃はまだフェイスシールドをつけてたんですよ。そうだ、つけながら見ても芝居をして、うん、ただまだ油断ならない時期だったので、うん、ね、その頃からねやってきました。大きくなって美味しいところだけいただいて、いや、そう、美味しいところだけいただいて、すごいね、ほんと皆さんのおかげで私たちもう、あの、お昼とね、お昼のお弁当とかも、うん、ぜひいただいても、本当にめちゃくちゃありがたかったですね。いや、本当にこんなにお弁当がね、充実した現場もなかったし、照明のね、方もね、うん、本当に毎回言ってた、こんなに美味しい弁当に巡り合える現場ないってね。もう照明さんがいてます、ずっと、うん、ずっとプロデューサーさんに次の弁当なんですか聞いてます。そう、もうプロデューサーさんのこと大好きすぎる。そうです、温かい、もうなんかもう楽屋内もすごい楽しかったよね。めっちゃ楽しかった。そう、なんかやっぱりあの場所がね、あのグレープフルーツムーンっていうところで、まあ普段本当にね、うん、ライブハウスっていうのかバーっていうのか、うん、ライブハウスバーみたいなところ、兼バーね、もうだから会場始まると、会場するとお客様がね入ってくるときとか、皆さんグッズ買ってるときに楽屋にみんなでいるんですよ。あの照明さんとか、あと音響さんとかもみんな横にいらっしゃって、みんなでお話をしてるときに、そう、いや弁当うまかったよね。明日は何か、明日すごいらしいよ。めっちゃ面白かったよね。めっちゃ面白い。エリア51の皆さん、本当にずっといる、ね、あの仲良しさんたち、だから本当にもうその人たちの会話聞いてるだけですごい、めちゃくちゃ面白かった。いきなり話振ってくださったり。そうそうそう。でね、私たちのこともね、お仲間入れてくださった。本当に。うほん。失礼。まもなく終わりますか。終わっちゃう。終わっちゃうよ。私たちは焼肉に、焼肉に行きますね、うん、この後焼肉が待ってるからって早めに終わらせたりしませんよ。そういうことじゃないです。そういうことじゃないですか。なんなら1時間やって、1時間やってますから、ね、今までね30分の、ね、うん、配信だったのが今1時間ね。これがね、またやりたいですね、うん、また集いたいですよ、はい、じゃあうちにみんなで ね、そのためにもまず私たちはおのおのやるべきことを頑張ります。頑張ります。焼肉中継。新しい。ね、焼肉のお写真は撮りましょうね。そうだね。お写真は撮りましょう。本当に皆さん、ありがとうございました。もうこの、もう本当にありがとうございました。ね、まあ、サラともね、こうやってまた集うことができたので、うん、この奇跡に乾杯をしてまいります。はい。行ってきます。次は、なんかサラちゃん、今後の予定とかございますか？
9月9日10日で神奈川芸術劇場のホールにて内村文化祭2023初心に出演いたします。やっさっきもちょっと話したんですけど本読みとかも始まっててすそうすごく面白い現場になりそうなので私としてはもう現場が終わったら次の現場って感じで、ね、もう水槽を変えられた金魚のような気持ちでありますおお語彙力頑張りたいと思います。私も見に行きます。来てね。行きます。ね、全通するぜ内村文化祭行きます。すごすぎるぜ。本当すごいですね。まだ言えないけどちょっといろいろあるんですよ、ね、まあいろ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 ありますので。知ってるで知ってる知ってるいろいろあるんですよ。いろいろまあでもね、まだ情報解禁はちょっと先、うん、結構先になるとは思うんですけれども、うんうんうん、まああのまずはあの本文である大学生を大学3年生を頑張りたいと思います。そうですね、私は、うん、ね買うかね結構ねあの上半期はすごいあの舞台 たくさんやって皆様に会う機会も多かったんですけれども、うん、あの下半期はあのとりあえずまずはお勉強も頑張りたいと思います。また皆さんにね会うタイミングとかぜひぜひまた告知させていただきますので、はい、おのおののインスタグラムだったり SNS だったり X だったりを私でしたらぜひぜひご確認いただいてって感じになりますかね。はい、またフラットに戻ってきましょう。頑張りましょう。頑張ります。私たちも。はい、なので皆さんも待っててくださいね。で、まずは配信があとね、まだ3日だっけ3日間見れますので、たくさん見ていただいてぜひぜひ最後までジャウチのことを愛していただけたらなと思います。ではまた。ではまた。さようなら。バイバーイ。またね。切ります。大丈夫か